ちは、カレンです。今回の動画は2023年秋冬のユニクロニット着比べ徹底紹介です。ユニクロの特設プレスルームにお呼びいただき、定番から新作まで今季販売のメンズレディース合わせて全26型を素材ごとにカテゴリー分けして着用しながらご紹介していきます。これからのシーズンのニット選びにとっても役に立つと思うので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ではスタート。まずはエクストラファインメリノのニットシリーズ。極細メリノウール 100% の光沢感と滑らかな肌触りが特徴。編み目が小さいので引っかかりや色によりますが、透けが少なく厚みもないので使いやすく、生地が長いのもいいポイントかと思います。洗濯機で洗えるのでお手入れも簡単です。まずはレディース。エクストラファインメリノリブポロカーディガン、今季の超人気の新作で、上半身すっきり見えてセーターとしてもカーディガンとしても着用可能。1枚で可愛いです。エクストラファインメリノクルーネックカーディガン、定番のこちら、冷房や朝夜の温度差対策にコンパクトな羽織としても、前を締めてトップスとしてもいろんなスタイリングに合わせられます。エクストラファインメリノクルーネックセーター、ルーズになりすぎないすっきりとしたシルエットでいろんなシーンで使いやすく、このシリーズリブが工夫されてて、この厚みでも袖と裾がよれにくいのもポイントです。エクストラファインメリノリブタートルネックセーター、そもそも空張りが豊富なのが特徴ですが、このボーダーが去年に続き超人気です。1枚はもちろんベストやロンパースなどとのレイヤードにも大活躍です。ここからがメンズです。エクストラファインメリノクルーネックセーター、程よい厚みでよれにくくすっきり見える、ベーシックでシンプルな万能ニットです。エクストラファインメリノ V ネックセーター、すっきりとした深すぎない V ネックで上品なデザイン。女性の方で V ネックお探しの方はこちらもおすすめ。ブラなどインナーも見えにくい深さです。エクストラファインメリノタートルネックセーター、ウメンズとはまた違った程よいゆとり感があるサイジングで上品な印象の1枚です。エクストラファインメリノ V ネックカーディガン、メンズのカーデは少し深めの V ネック、袖や身ごろも程よくゆるっとしているので、中にカットソーやシャツなどのレイヤードをしたり、羽織としても使いやすいです。お次はスフレイヤーニットシリーズ。ふんわりとスフレのように空気を含んだような柔らかな肌触りが特徴。チクチクしにくく季節を感じるぬくもりのある素材感で人気のシリーズです。スフレヤーンハイネックセーター、サイドスリット入りで裾の長さに前後差がついたリラックスシルエットで、1枚で可愛いニット。前下がりのハイネックで首周りの着心地もよく、ふわっと気持ちいいです。ボーダーもあったり、あとカラーが可愛い。スフレヤンショートカーディガン、ゆるっとシルエットで女性らしく、クロップド丈のカーディガンです。ポケットがポイントに、襟を抜くこともできてこなれ感がある1枚です。 3D スフレヤンカーディガン、編み目のない 3D ニットで着心地よく、ドルマンっぽい袖とコクーンシルエットで立体的。1枚加えるだけでおしゃれなシルエットになる、こちらもおすすめな大人カーデです。スフレヤーンタートルネックワンピース、ふんわり特徴的なスフレヤーンニットのワンピース。ボリュームのあるオフタートルネックに、リラックスした身ごろと程よい丈感のバランスのいい1枚です。 3D スフレヤーンタートルネックセーター、もっちり滑らかなスムース素材もあります。縫い目のない立体編みでふわっとして軽く、チクチクしにくい素材。首元に少しゆとりのあるタートルネックのデザインで、セットアップで着れるスカートもあります。スフレヤーンワンピース、表面感がフラットなスムース素材で、すっきりシンプルなワンピース。カジュアルにもクリーンにも合わせやすいので、こちらも良きです。ここからがメンズユニセックス。スフレヤーンケーブルクルーネックセーター、ケーブル編みが新しく登場。肩幅広めの程よくリラックスシルエットで、ゆるっと女性にも人気が出そうです。 3D スフレヤーンモックネックセーター、ラグランスリーブにすっきりとしたモックネックでクリーンな印象。立体的でベーシックで、こちらも使いやすく、赤色が目を引きます。スフレヤーンハーフジップセーター、例年人気のハーフジップ、肩が少し落ちるデザインでボディにゆとりを持たせたシルエット。
ジップの開け閉めで雰囲気が変わってレイヤリングも楽しめます。スフレヤンスタンドカラーカーディガン、以前のデザインが復活。すっきり雰囲気のあるスタンドネックにボタンを外して襟を作ったり、カーデとしても着れるので自在なアイテムです。お次はプレミアムラムニットシリーズ。肌触りが良くふんわり柔らかい高品質ウールを 100% 使用したアイテムです。プレミアムラムクルーネックセーター、程よくリラクシーで袖丈も長め、着回しやすくぬくもりを感じる素材感と絶妙なカラーが可愛いです。ユニセックスはよりゆったり。プレミアムラムクルーネックセーター、エクストラファインメリノと比べるとふんわりぬくもりを感じる表面感がポイント。クリーンさもあって使いやすく、またウィメンズと違ったカラバリなので好みのカラーでチョイスしても良さそうです。プレミアムラム V ネックカーディガン、いろんなシーンで使えるポケット付きデザインで、オフィス、学校のようなシーンにもおすすめ。サイズアップであえてゆったり着ればカジュアル見えもするし、レイヤードも自在です。お次はカシミヤニットシリーズ。繊維の宝石と言われるカシミヤ 100% を使用。カシミヤならではの暖かさ、そして軽くて滑らかな肌触りがポイントです。 3D カシミヤクルーネックセーター、1着丸ごと編み上げた 3D ニットにカシミヤ素材の組み合わせでより着心地の良さを感じる1枚。タイトすぎず程よくゆとりがありながらすっきり見えます。 3D カシミヤタートルネックセーター、こちらも 3D、 詰まりすぎない折り返しタイプのタートルネックで締め付け感なく肌当たりも心地いいです。こちらはメンズカシミヤクルーネックセーター。ウメンズの 3D と比べてこっちは編み地がポイントになっていて、シャツにも T シャツにも合わせやすい程よい襟ぐりの秋でレイヤードにも良さそうです。カシミヤタートルネックセーター、タイトすぎずリラクシーでもきちんと見えするタートルネック、自然な光沢と適度な落ち感があり、こっちも私は好みです。最後一方だけですが、例年人気のミラノリブ。スウェットみたいにしっかり目が詰まって厚みもあり、シンプルで上品な風合いが特徴です。ウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーター、しっかり生地ですがストレッチ性があって動きやすく着心地快適。程よい張り感が袖周りの立体感を作ってくれて、男女ともに使いやすい主役級の一枚です。はい、ということで26品番、すごいボリュームでしたが、お好みのものはありましたでしょうか。馴染みのある定番ものも多いですが、毎シーズンカラバリが違ったりアップデートや新型も出てきていますので、ぜひ今年のラインナップはこんな感じかと、新たなニット探しや買い足しに参考にしていただけると嬉しいです。最後まで動画見てくださりありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。